フェノーメノは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2013年、2014年の天皇賞。場名の意味はポルトガル語で頂上現象、怪物。ニックネームはマメチン10月30日の東京の新馬戦、芝2000メートル戦。先行抜け出してデビュー戦を飾った。次のホープフルステークスは一番人気に押されるも、直線伸びきれずに7着に敗れる。 新馬戦1月29日の東京の500万下を先行抜け出して2勝目を挙げる。しかし、サツキ賞トライアルの弥生賞は6着に敗れて、サツキ賞出走はならなかった。そして、ダービートライアルの青葉賞は一番人気に応えて3勝目を飾った。そして迎えた東京優春は、最後の直線追い込むもディープブリーランテに花さ及ばず2着に、赤敗した。夏場は、 休養にあて、秋初戦として9月17日のセントライト記念に出走。レースは一番人気に応えて、スカイいクニに手に一番審査をつけての勝利となった。菊花賞を回避して、天皇賞を目指すこととなった。天皇賞は一番人気に押されたが、最後は、内から抜け出した衛進フラッシュに詰め寄ったものの、1、二馬身及ばず2着に敗れた。ジャパンカップは5着だった。 日本ダービー4ヶ月の休み明けだった日経賞は最後の直線で先に抜け出したカポーティスターを差し切って重賞3勝目を飾ったその後3200メートルの天皇賞に挑戦2番人気に押されたレースでは道中7番手で中段につけ3コーナーから徐々に位置取りを前に詰め4コーナーから直線入り口で先頭に立つと2番手以降の追走を 許さずそのまま押し切って勝利、初の GI 制覇となった。この勝利により、サンデーレーシングは8大競争完全制覇を達成した。しかし宝塚記念は道中ライバルのゴールドシップやジェンティルドンナよりも後方の競馬となり、直線追い込むもライバル二頭や先行したダノンバラードの後陣を廃し、4着に敗れた。宝塚記念の後、 秋初戦として10月27日の天皇賞に出走する構想であったが10月1日の調教後に左前足の違和感が判明診療所での検査の結果左前足つなぎ人体炎を発症していることが判明したため出走ローテーションを白紙に戻して茨城県の村瀬ファームに放牧に出されて休養に入ることとなった日経賞を叩いて迎えた天皇賞は 人気の絆とゴールドシップが後方からとなり、フェノーメノはそれよりも前での競馬となり、道中は内に位置を取り、最後の直線で抜け出すと、ウィンバリアシオンや北高ブレイブ、絆の追撃を振り切り、メジロマックイーン、テイエムオペラ王に次いで、史上三頭目の天皇賞連覇を果たした。その後は秋に専念するため宝塚記念を回避し、休養に入った。秋は、 天皇賞から始動。天皇賞春秋連覇を狙ったが、レース前に激しい入れ込みを見せ、終始後方のまま14着に敗れた。次走のジャパンシーでは、主戦機種のエビナー・マサヨシがイスラボにいた駅上することからクリストフ・ルメールと初コンビを組む予定だったが、予定していたルメールが落馬負傷したため、岩田厚成を安定にジャパンカップへと挑むこととなった。 単勝は9番人気と3番人気だった前奏の天皇昭和期よりも人気を落とした。道中後方のまま直線伸びてこなくなり発着に終わった。秋3戦目となる有馬記念ではすでに岩田騎手がゴールドシップに帰乗することが発表されていたため、新たに安城に田辺博信を迎えて挑むこととなった。この年に行われた 有馬記念の枠順抽選では9番目の抽選で10番目の枠順を選択した。レースは10着に終わり、秋の参戦をすべて着外で終えた。日経賞から天皇賞3連覇を目指していたが、右前足の炎症により天皇賞を回避。後日検査を行った結果、右前足につなぎ人体炎、左前足に重度の屈腱炎を発症していることが判明し、 引退が決定。5月28日付で競争場登録を抹消された。引退後は、ヤシロダイスタリオンステーションで、タネボバになる。引退後は、ヤシロダイスタリオンステーションで、タネボバとなった。2018年12月、ヤシロダイスタリオンステーションから、レックススタートに移動した。ありがとうございます。